大三上楽曲芸、笠の曲大三上楽とは、江戸時代末期から寄席芸能として広く大衆の人気を集めた日本の総合演芸で、神楽の一種。主に獅子を回せた悪魔払いなどを祈祷する、獅子舞をはじめとした舞と笠回しをはじめとした曲がある。現在は寄席で主に見られるが、伊勢大三和楽のように大道での芸を続けるものもある。古くから神社を祀る。 式学、武学より生じ、江戸幕府が回復すると、大神学士たちは、各大名について地方へ広がり、獅子舞で、う子の家々をお払いする風習が生まれた。薬病や悪霊を払う力があると信じられている、獅子舞を、正月や祝いの日に行う。地方によって、毎年正月に修儀を払って、家に呼び入れて待ってもらい、不幸があった年は、舞はさせないが、 いつもの周議の1割程度を払うなどの風習があった。獅子舞は基本的に二人で獅子頭を被って舞うが、一人立ちで舞うことも多い。神様への奉納、うじ子への祈祷などが主の真珠芸能であったが、その後寄せの出現などに伴い舞台芸能へと変化をしていく。獅子舞の余興として演じていた曲芸は、娯楽を提供する寄せ芸能へと発展した。 祈祷の他に、主事の曲芸や、狂言風の掛け上げを次第に演じるようになり、人気を呼んだ。伊勢と尾張には、かぐら組があり、初春になると諸国に巡回に出た。その影響を受けて、各地でもこのかぐらを演じるようになったが、その一部は、大道芸となり、余儀であった曲芸の方に力を注ぎ、江戸の大御神楽のように寄せ芸となり、色物として舞台に色を添えている。 寄せの人材経路には三つあり、伝統の流れで寄せにも進出した、例、寄せで、落語家の指定が大神落の修行をして舞台に出る、例、それと、国立劇場の大神落人材育成コースを出て、舞台に出る例がある。伊勢大見和がの獅子舞は、階段先の多くの村々に移入され、伊勢大神楽系の獅子舞と呼ばれる。詳しくは、大神落曲芸協会、 所属会員出身者として、現在は俳優の美藤勲がいる。ありがとうございます。